はい、え熟、ー、成さんからですね、報告いただいたので、シェアしていきたいと思います。お疲れ様です。遅くなりました。8月の転売結果報告です。メルカリで一眼レフカメラ7台、レンズ5本、白レンズ1本、ヤフオクフリマで一眼レフカメラ1台、レンズ5本、合計で12万8000円となりました。いろいろバターし、バターしている時期なのに購入している。 くれる方がががいいててありりたたです周りにワクチン接種パスポートの不安がちらほら出てきました今の仕事を続けたいならワクチンを打って続けないなら生活保護の申請をできるか調べる。自宅でネットで稼ぐ準備すればいいじゃない。というと、すごく変、すごく変な顔で見られます。お金を稼ぐのに2本の柱がある私は世界とかなりずれてるみたいです。不安はごソリに変えて動けないの中で、不安動けないのかよと心の中で突っ込んでいます。声優のやめぐみさんお言葉をいただきました。 不安のため過ぎないように上手に燃やして捨てて頑張りますと。これいい言葉ですね。不安をガソリンに変えてと。うん。てか、不安ってガソリン一番廃屋だと思うんですよね。多分ね、まあ、軽油とレギュラーだと廃屋ってあるんですけど、不安って多分廃屋だと思うんですよね。一番多分ね、高級なガソリンだと思うんで。<laughs> まあ、それ使わない。それタダで使えるなら使った方がいいと思いますね。 不安がない生活って逆に動けないので、だって不安全くないんでしょ動かないでしょ例えば、その東北大震災が起きたときに、あのー、なんだあー水がいっぱい売れたりとか、あとは放射性能を測る機械がめっちゃ売れたりとかしたのって、あれ、なんで売れたのか、なんで人々は行動したのか。 行動した理由って不安だからじゃないですか。放射能大丈夫かなっていう不安だからそこの行動に今まで買わなかったものを買ったんですよね。マスクもそうですよね。あのー、安く、あの安く買えてたんだけど、マスクが供給不足になって1万円とかになったまま買った。普通1万円でマスク買うなんて考えられないけども不安だから買うわけじゃないですか。だから不安っていうのは今までやったことがない行動を,をできるようになるわけじゃないですか。 だそれを上手に使えるようになれば、もういいわけですよ。で、不安が、逆に言うと、その不安がないっていうのは、うーん、不安は平安平安なんか不,不安がない人生って多分ね、あんまり良くないと思うんですよね。うんなんか楽しくないというか、不安をワクワクに変えろですね。不安をワクワクに変えろ。これいいんじゃないかな。いってらっしゃい。